冬、祭りとは冬に行われる祭りのことである。立冬から立春にかけての3ヶ月間に行われるものを指す場合が多い。冬祭りは秋祭りが持つ収穫祭的要素と春祭りが持つ記念祭的要素の両方を合わせ持っており、その位置づけについては不明な部分も多い。もともと旧暦10月は意味付きとされたために月が変わって、 冬に突入した、旧暦11月に収穫祭を行ったが、後に、その近畿が失われて、収穫直後に、秋祭りが成立したとも言われている。織口忍は、秋から翌春にかけてのこの時期を魂ぶりを行って、人間を含めたすべての魂が更新されるための、時期として捉え、秋祭り、冬祭り、春祭りはもともと一続きの祭りであったのが、 秋祭りと春祭りが分離して、残りが冬、祭りとなったと説く。また、柳田国尾は冬祭りの中心となる旧暦11月が、当時を含む時期であり、春に向かう天気であることを指摘し、日本の祭りは、本来旧暦11月を重要視したと説く。朝廷の神技館の四次祭では、旧暦11月の愛かつて祭り、鎮魂祭、新滑祭りが冬。 祭りとされ、翌月の月次祭、沈下、同郷も、冬特有の祭事ではないものの冬、祭りとして挙行されている。現在、冬、祭りとして行われるものは、鎮魂祭の要素を残すものが多く鎮魂祭の際に、行われた、下月神楽をを外する湯立て、神楽などが行われることが多い。ありがとうございます。